日立の中央構造線三重県における1月での中央構造線は三重県松阪市豊町月でにある大規模な中央構造線の路頭。日立路頭とも言う。2002年12月19日に日本国の天然記念物に指定された。両家体と南側帯の境界をなし、中央構造線の学術的な研究において価値の高い伴奏である。日立路頭。 日立の中央構造線は、紀伊半島の中央部、高県山から東へ、約9キロメートルの地点にある、わさび谷に位置している。高さ8 0ル幅5 0ルの路頭であり、日本国内では、最大級の規模を有する。路頭の北側は赤土であり両家帯に属し、南側は黒土であり三波川帯に属している。土の色の際は、明瞭に視認でき、 北側の土の色は、河口岩類のマイロナイト、南側は、黒色片岩に由来する。二つの層の接する角度はおよそ60度である。ここを境に、北側が内帯、南側が外帯となる。発見の経緯は明らかではないが、1959年の伊勢湾台風で斜面の一部が崩落し、路頭の一部が確認されたのが最初とされる。 当時確認されたのはごく一部で、その後の1995年から3年の事業で、施行された、外水除去工事により、全体像が明らかとなった。1995年1月16日と1月17日の、両日、飯高町教育委員会の依頼を受けた、地質学者の諏訪県イらが、現地調査に入り、中央構造線の路頭であることを確認し、 日立路頭と命名した。17日は、阪神、淡路大震災の当日であり、飯高町でも揺れを観測しているが、調査は続けられた。諏訪は早くも1月20日には調査報告をまとめて、諏訪が飯高町長宛に送付し、日立の中央構造線の学術的価値を解くと、同時に観察場所の整備を提言した。これを受けた飯高町当局は、 三重県庁と交渉し、当時串田川上流域で進行中であった地産地水事業のうち、1995年から3年の事業計画で進めていた県営地産事業を導入して、外水除去により、日立の中央構造汚染全体を白日の下にするとともに観察広場の整備を行った。1997年には、日本地質学会の機関士、 地質学雑誌で、日立の中央構造線が取り上げられ、日本中に知られる存在となった。この間、諏訪は4度現地入りして、調査や講演会を行った。その他、当時の飯田課長による広報活動もあり、2002年に、日本国の天然記念物指定を受けた。また2007年には、日本の地質百選に選定された。2012年には、 日立の中央構造線から東へ約 5km の地点にある伊賀町、阿波の及び伊賀町田引きで中央構造線の路頭が元校長の男性によって発見され学術調査の末2015年11月14日に阿波の旅木路頭と名付けられた現地で観察会が開かれた所在地は松阪市伊賀町、日立屋座ハサビ562の位である 松坂市街から自動車で国道166号を西へ進み、桑原トンネルの脇を北に折れる。そこから飯高町、桑原、飯高町、日立の集落を抜け、約7キロメートルほど林道を進んだところにある。林道入り口には、重害防止のフェンスが設けられているが、開閉して入ることができる。林道脇の舗装道を500メートルほど徒歩で下ったところに、 日立路頭がある。路頭周辺は観察用に整備されているが、崩落の危険があるため、2016年5月現在、観察用の歩道と浅び谷に降りることはできない。日立の中央構造線のある、松阪市飯高町日立は2016年4月1日現在、16世帯29人が、クラス3巻の収録である。 1986年から民泊を受け入れていたが、高齢化を理由に2007年で、集落全体としては民泊の受け入れを終了した。ありがとうございます。